来週の秀美さんは次郎です。スーパーでお買い物をした際に袋はいりますかと聞かれ、まあ、一応断ったんですが、最近スーパーでお買い物をすると袋がもらえるみたいですね。いやいやいや、サイズも選べるみたいですよ。袋。さて来週の秀美さんは、牛肉はギューってした肉だと思っている。まさか。線香花火が終わったら次は高校花火をやると思っている。ロシアのプーチン大統領のことをさん付けをしてプーさんと呼んでいるの3本です。来週も聞いてくださいね。じゃんけん。